皆さんこんこにちは、ミロンです。今日は英語力アウトプット力のレベルアップに直結するもののお話をしたいと思います、えー、と基本的には3つありまして1つ目が質の高いインプット2つ目が体系化された学習プロセス3つ目がモチベーションが維持できる環境ですで概要欄に今日のお話のポイントを少し書いておいてるんでそちらを見ながら動画を見ていただけるといいかなと思います でまず一つ目の質の高いアウトプットってどういう意味だかわかりますか質が高いと言われると何イメージしますかほとんどの方はいい本とかいい教材とかをイメージすると思います。なので皆さんはいい本とかいい教材とかいい英語学習法をいろいろとこう探していますよね。でも質の高いインプットの基準は本とか教材とか方法とかには関係ありません。 質が高いインプットというのは言語学の世界で言われている I plus one という考え方です。前もお話したかもしれませんけど I plus one なんですが I というのは今のあなたの英語力です。プラスワンというのは自分ができるレベルより一つ上ってことなんですね。つまり自分のレベルよりも一つ上の課題に挑戦するってことです。でもそれって特定難しいじゃないですか。自分のレベルってこうなんか 客観的に判断するの難しいし、プラスワンって一つ上のレベルってちょっとね、あの、どこで切るのみたいなこともあるんでちょっとわかりづらいんですけども、ただ一つだけその I プラスワン意識できる考え方があります。それは自分の持っている知識を一つではなくて二つ組み合わせることです。例えば、現在形は知ってますね。現在形の分作れますよね。過去形の分も簡単な分作れますよね。 多くの方はこの2つを別々に使うんですね。個々に使うんですけども、この2つを一緒に使ったことってありますか多分ほとんどの方がないと思います。人によっては2つ一緒に使うって意味もよくわからないかもしれません。なのでそういう方のために、例えばこういうことです。I usually stay home on the weekends, but last weekend I went out with my friends. 概要欄に書いてあるんで、見てみてください。 I usually stay the home on e e w 普段は家にいます。週末は家にいます。But last weekend、でも先週末は、I with friends went out with my、friends. 友達と出かけました。という文ですね。で、こういう文にすると何がいいかっていうと、まず長文じゃないですか。で、多くの方ってその現在形だけとか、えー、と過去形だけって感じで使うんで、その一つの えーまあ、文といううか答えでで終わっちゃうんですね何しましたかこれしました以上ってなるんで物議の会話っぽくなっちゃうんですよでも2つの時制を一緒に使うっていうのを意識すると結構長文になるしあとちゃんとした説明になりますよねえっ、ー、と一つの文だとただの答えただ、えー、Q&A の A しただけみたいな感じなんで、まあ、コミュニケーションはコミュニケーションなんですけど えー、しっかりとしたコミュニケーションというのは、まあ、以前からお話ししてますけどちゃんと説明する相手により分かるように説明するっていうのがコミュニケーションなんですねなんですけど、えー、この2つを意識2つつなげようとか意識してる方っていうのは説明が多くなってくるんですよそうなので、えー、っとしっかりそういうイメージを持っていただければと思います で、あと、会話の幅も広がっていきます。いつものことと、この前のことなんで、あいつもそうなんだっていう話もできるし、あ、この前そうだったんだっていう話もできるので、盛り上がりやすいですね。会話の、えー、と幅が広がりやすいので、ぜひ、2つ使うというのを意識してください。で、えっ、ー、と、で、ここで1つ確認してほしいことがあるんですけども、今の英文で、わからない単語とかわからないなんか文法ってありました。 特にないですよね。でも今まで2つの実践を使って長文を書くという発想がなかったんですよね。でも今僕がこれを教えた瞬間、その発想が皆さんの頭の中にあるんで、今後はこういう英文作れますよね。これが質が高いアウトプット。あ、ごめんなさい。間違えた。質の高いインプットっていうことです。多くの方にとって、i plus 1というのはこのように自分が持っている知識をつなぎ合わせることなんですね。 自分が知っていることを組み合わせて文を作る。それが質の高いインプットというふうに頭に入れておいてください。で、この動画を最後まで見て,いただいた見ていただいた方には質の高いインプットのサンプル動画をお送りしますんで、見終わった後に概要欄のお申し込みリンクからお申し込みください。OK、では二つ目ですね。体系化された学習プロセスについて説明します。多くの方は英文法を勉強したり、 英単語を勉強したり、リスニングやったり、スピーキングやったりと、なんとなくバラバラな学習をやってると思います。でも実は学習って、インプットからアウトプットまでが一連の流れになっていないといけないんですね。今の流れで言うと、質の高いインプットがありました。で、それってただの知識ではなくて、実際に使ってみないといけないので、使うということが、こう一つの課題となるわけですね。 その習ったことで英文を作ってみるこれが課題です。でこれはインプットの課題化というんですけどもさっきの現在形と過去形を一つの文で作ってみようっていうその文を書いてみようっていうのが課題ですよね。でこれがないと課題がないとただの知識としてなんとなくとどまっているだけになっちゃうんですよ。なので大事なのは課題として取り組む例えば英文を作るってことですね。 で、次に大事なのが、締め切りがあることです。そして、提出先があることです。小中高で夏休みの宿題、なんだかんだ最終的にはやって提出しましたよね。で、なんでできたかっていうと、締め切りと提出先があったからです。皆さんの英語学習は、締め切りと提出先ありますか これ、どちらも等しく必要です。課題があったとしても、締め切りがないと、なんだかんだやらないんですね。皆さんも経験あると思います。僕、めちゃくちゃあります。そして、課題があったとしても、えー、締め切りがあったとしても、つまり自分で締め切りを作っていても、提出先がないと、大体やらないんですよ。 課題があってよし締めめ切りも決めたぞでも提出する先がないのであれば結局やらないんですねなので課題締め切り提出先があるというのは英語学習においては必須ですどれか一つがないとなると多分最初に言った i プラス1のインプットを結局生かすことはできませんなんとなく知識として知っているけど使う段階になるとあれなんだっけ えっと、なんか一緒に使うんだよな。えっ、ー、と、どうやって使うんだろうってことになってしまって、一回もやったことがないから、ようわかんないですね。なんとなく知識として知っているだけっていう感じになってしまいます。で、そもそもインプットって、アウトプットするっていう前提じゃないですか。ただインプットするだけじゃないですよね。アウトプットするぞっていう前提でインプットしてるはずなんです。で、それはどういうことかっていうと、習ったことを実際に使ってみて、 自分が正しく理解できているかどうかを確認するための第一歩なんですよ。提出してフィードバックをもらうと自分が正しく理解できていたのか正しく理解できていなかったのかがわかりますよね。で、間違っていればもう一度確認して間違っていなければ次に行くというのが正しい学習プロセスになります。そして最後のステップは再アウトプットです。 一回はなんか書いたりとかしてるからアウトプットになってるんですよ。話したりとかしてるから。でも直してもらった。直してもらったものを再アウトプットしなきゃいけないんですね。で、再アウトプットは二つのレベルでやります。まずは一人アウトプット。次が誰かにアウトプットです。一人アウトプットというのは記憶に定着させるための作業です。人間は声に出したり、声に出したり、えーと、 書いてみたりしないと記憶に定着しないんですよねで漢字もそうだったじゃないですか小中高かなあの漢字書いて覚えてたじゃないですか書かないと覚えないんですよ人間見てるだけでずっと見てるだけで覚えられるわけがないので、えー、結局その学んだことを定着させる覚えるためには一人アウトプットが必須ですそして誰かにアウトプットなんですけどもこれは実践練習ですね これもまあ最近よく話してるんで、もうお分かりだと思いますけども、えー、と実際にその人と話すのって緊張するので、その離れをしなきゃいけないんですよ。なので場数を踏まなきゃいけないから、誰かにアウトプットっていうのは絶対もう必須なんですね。で、その誰かにアウトプットまで来て初めて英語学習の完成だと思ってください。インプットからアウトプットまでで1セットです。で、こういう風うにちゃんとなんか、 ワンセットで考えていかないと英語学習ってどちらかってしまうんですよ。でインプットからアウトプットまでやって初めて覚えられるのにそれで英語その学習が完成するのにあの全部ペラペラになるってことこじゃなくて習ったこと一つ一つがですねちゃんと、えー、学べるのに、えー、アウトプットがないと結局、えー、なんですかね誰なん完成そもそも学習が終わってない状態ですかね。 あの、まだ、が、みたいな。英語学、英語学習じゃなくて、え、みたいな感じです。えい、とか。なんか、それぐらいまでしか言ってないんですよね。そうなので、えー、しっかりその、一つのワンクールというか、英語学習を完成させるためには、アウトプットまでいかないといけません。はい。で、三つ目、モチベーションです。モチベーションが維持できる環境です。英語学習のモチベーションには、二つの構成要素があります。一つは、定期的に学習プロセスを修正すること。 二つ目が同じように頑張っている人がいることを知ることです学習プロセスの修正ってすごく大事でほとんどの方が最初はいい感じで始めてたのに気がつくと、えー、全く違うことをしていたり全く意味がないことをしていたりあと楽な学習に流れたりとかするんですねで最初よかったのになんか知らないうちに全くこう違うことをしているっていうケースすごくあるんですよ僕のカリキュラムでさえ ちょっと確認するといや僕一言もそんなことしてくださいって言ってないですよっていうことをやってる人がいたりするんですねで特にこれは絶対やらないでくださいねって言ったことをやってる人もいますそれぐらいその人間ってなんか進んでいくとずれることがあるんですよだからそれをちゃんとえっ、ー、と戻す必要があるので学習プロセスの確認修正というのはすごく大事ですそして2つ目の 人間,が人間はそのあの誰か他の人が頑張ってるのを見て自分もモチベーションを上げるっていうことなんですけど人間はあの他の人が頑張ってるのを見ると自分もやらないとなって思ってやる気が出るんですよで勉強一人で勉強してると、まあ、自分なんですかねあの一人でやってるから孤独になるんですねで孤独を感じるとより楽しいこととか楽なことに流れたりすることが多くなります で当初の目標を達成でできないいことが多いんです、ね、でまあ英語学習で言うとちょっと楽な方向に行くとか「ナ々ナさんがなんかもっと簡単にできますよ」って言ってるからそれやってみるとかあのー、で、ね、なんか変な人もいるからなんかそういうの方法をやってたら全然なんか意味がなかったとかっていうこともあるしあとまあ友達が、あのー「なんか食事来よう」って言うから。 別に食事行ってもいいんですけどあの例えば食事ばっかりになっちゃって友達と遊ぶばっかりになっちゃって結局自分が目標としていたその英語学習っていうのをやらないで目標も達成しないようなシチュエーションに陥ってしまうことがありますなのでそのまあ他の人を見て頑張れるっていう環境が実は大事なので。 英会話スクールに通っている方とかはすごく楽なんですね。他の人が頑張ってて、やもっと頑張んなきゃみたいなふうに思ったり、あの人も、あの人も大変なんだな、そうだったんだと思って、自分も、じゃあ自分も頑張るぞっていうふうに思えたりするんですね。はい、なので、その環境すごく大事です。はい。ということで、英語力のレベルアップに必要な3つの要素のお話をしましたけども、この3つが揃っている方は必ず英語は上達します。 ちなみに今の3つ覚えてますか何も見ないで3つ言えますかえ覚えてる方もいれば覚えていない方もいると思いますですぐまあおそらくすぐにこうパッと出てこない人が多いと思うんですけども「こうえー、っとなんだっけ?」って考えてる人が多いんじゃないかなと思いますでそれってえーえー、っと習った英語が出てこないっていう現象と全く一緒ですよね ノートに取ってる方ですら、ノートを見て答えるんですよ。さっきの3つ何でしたかって言うと、えー、っと、って言って、いやいや、ノ、聞いてノートにまで取ってるのに覚えてないのって思うんですけど、覚えられないんですよ。人間って、まあ書くのも、あなんだけど、何回も書かなきゃ覚えられないですねで。何回も言わなきゃいけないんですよ。で、まあそれが逆で、なんか、やっぱりたくさん言わなきゃいけないですかとか、書かなきゃいけないですかとか言う方いるんですけど、何回も書いてたり、 何回も言ってたら覚えるんですよ。そんな楽なことないですよね。すっごい頑張ってなんか回答を導き出すんじゃなくて、ただ言ってるだけでいいんですよ。書いてるだけでいいんですよ。そんな楽なことないのに、いかにもそれがすごく大変なことみたいに考えてしまう風潮があるので、もったいないです。すごい楽なとこです。はい。なので、そういうふうに考えるようにしてください。はい。で、まあ、要は今、あの、ノート見ちゃった方とか、概要欄見ちゃった方とか、 えっと、なんだっけって、えっと、考えていた方っていうのは、まあ、アウトプットしてないから覚えられなくて当たり前なんですよ。それに気がつかなきゃいけないですね。アウトプットしてないから覚えられないだけなのに、なんか自分は記憶力が悪いとか、頭が悪いとか、なんかそんなこと考えるんですけど、そんなこと言ったりするんですけど、全く関係ないです。あの、ただ言ってないから覚えられないだけなんで、そん,ななんか頭が悪いとか、かそれ難しいこと考える必要ないです。 それ気にする。そこ気にするとこじゃないんで、とにかくアウトプットしていってください。で、日本語だって今みたいにアウトプットしないと覚えられないのに、アウトプットしないで英語を覚えようと思うこと自体がおかしいですよね。考えてみたら。そうなので、あのアウトプットっていうのは必ずその自分の学習プロセスの中に入れなきゃいけないものなんで、それを念頭に置いといてください。では3つ、もう1回言いますね。1つ目は質の高いインプット。 二つ目は体系化された学習プロセス。三つ目はモチベーションが維持できる環境です。言われると、あーって思いますよね。そうなんですよ。だから要は、あの、自分の何回も言っていれば、あの、ちゃんと覚えられるんで、えー、で、皆さんは、あーって言ったか。ということは、中に入ってはいるんですよね。ただそれを定着させる、すぐに出すっていう方法もアウトプットなんですけど、それをただとやってなかったっていうだけなんで、はい、あの、それやれば大丈夫です。 OK, じゃあ最後まで見ていただいた方は質の高いインプットの一例としての動画をお送りしますので概要欄のリンクからお申し込みください。あと、チャンネル登録していない方はチャンネル登録お願いします。Okay, so thank you very much for watching this long video.16 分も経ってしまいました。でも、えー、と皆さんのこれからの英語学習も何年も何ヶ月何年か続く英語学習を、えー、しっかりとしたものにして えー、もらえるはずなので、はい、えー、頑張ってくださーい。o、okay, k そしてありがとうございます。ご覧いただきありがとうございます。o、okay, k so see you next time. Bye!